はい、今日は鶏もも肉の黄身醤油焼きを作っていきたいと思います。まずは日本酒、みりん、日本酒大さじ1、みりん大さじ2、醤油大さじ1、漬けだれを作っていきます。最後に卵、黄身だけ取って漬けだれに入れてよく混ぜていきます。これで漬けだれの完成です。はい、鶏もも肉は筋を取ったり余分な脂を取って漬けだれに入れて1時間以上漬けてください。時々上下を入れ替えながら漬け込んでいってください。あらかじめ漬けておくと、もうあとは焼くだけなので、簡単な一品となります。オーブンペーパーにのせて焼いていきますが、焦げやすいので低い温度160度でじっくりと焼いていきます。だいたい20分ぐらい、途中で漬け汁を何度も塗りながら艶よく仕上げていきたいと思います。はい、汁をよく切って皮目を上にして焼いていきます。はい、途中で漬けだれを塗って添える長芋も最後の10分ぐらいで一緒に焼いていきたいと思います。1センチ幅ぐらいに切って再び焼いていきます。鶏肉中まで火がよく通ったら、食べやすい大きさに切っていきます。はい、長芋の方には軽く塩をして味付けをしていきます。それぞれお皿に盛って長芋を添えて完成です。卵黄のコクがプラスされてこっくりとした味わいの鶏肉、ぜひ作ってみてください。料理毎日アップしております。
チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。